こんばんは、ふぐるま用品にございます。皆様は怪獣というと何を思い浮かべますか？放射能の影響で生まれた口から熱線を吐き出す巨大な生物や、ビルより大きな亀やイモムシの姿を想像する方も多いのではないでしょうか。ではその怪獣という言葉はいつ生まれたのかご存知ですか？実は江戸時代にはすでに怪獣はこの国に現れていたという記録が残っているのです。ねえねえ、最近あの人ずっとあそこに座ってない？そうなのよ、やっぱり気になるわよね。変な人じゃなきゃいいけど、なんか気持ち悪いわね。ねえ、バンダイさんに遊びに行こう。いいよ。こんなところにいたのか、三平。山本さん、公園に不審者がいるって警察に連絡があったそうだ。ご苦労様ですね。相変わらず職にもつかず風来坊か。江戸時代だったら浪人ってところだな。やめてくださいよ、今の俺はただの無職ですから。でもな、県警一の銃の腕前を持つほどの男だ。もったいないだろう。もう一度戻る気はないのか？はい。あの事件か？今でも毎日夢に出てくるんですよ、あの人の顔が。いいか、俺たちの要求を飲まなければ人質をみんなぶっ飛ばすぞ。おい、どうすんでこれ。山本さん、ビルの周り固めてあります。くそ、ヤッコさん、テンパってなりふり構わなくなってきたな。歩む計画のテロリストほど厄介なものねえんだ。でもどうします、このままじゃ人質が危険ですよ。分かってるよ。松前、狙撃の準備はどうだ？配置完了、いつでも可能です。上からの許可は出た、いつでもいい。次のチャンスが来たら熱いのをぶちかましてやれ。了解。さーて、じっとしてろよ、国学人。お前みたいなクズは俺が地獄へ叩き落としてやるからな。アスタラビスタ、ベイビー。あれは不幸な事件さ。どんなに細心の注意を払ったところで現場では何が起こるかわからん。そういうこともあるだろう。違いますよ、山本さん、あれは俺の増長が招いた結果です。正義の鉄槌を下してるつもりが、結局は俺も人の命を奪って
喜んでるゲス野郎だったってことです。まあいいさ、戻る気になったらいつでも連絡をくれ。この世にはお前以上の悪人が溢れている。誰かがそいつらを退治しなければならんからな。ああそうそう、最近磐梯山付近で子供がいなくなる事件が増えているそうだ。誘拐事件として警察も動くことになったんだが、これもどうも厄介でな。何かあったんですか？子供たちの足取りもつかめず、犯人らしき者からの要求も一切ない。いわゆる神隠しだな。ん？それにもしかするとお隣さんが絡んでるかもしれん。そうなると俺たちじゃ手出しができん。そういうことだ。じゃあな。神隠し、神隠し、磐梯山。ねえ、磐梯山に遊びに行こう。いいよ。山本さん。いくらなんでもこんな山の中で遊んでいる子供を見つけるのは無理じゃねえか。何言ってんですか。何人も子供消えてるんですよね。それより応援の方はどうなりました？無理言うなよ。何の事件も起きてないのに呼べるわけねえだろう。キャンプか何かで捨ててったんだか忘れてったんだか。まずい。怪獣伝説です。怪獣だと？本当にいたとは。はい、こっちに。山本さん、銃を。この子たち頼みます。行こう。いいんだよ。松前、これを使え。くたばれ化け物。やった。山本さんのおかげですよ。いや、お前すごいぞ。あんな怪獣をやっちまったんだ。これお返しします。もうすぐ出口だから。着いた。怖かったね。うんうん、おじさんありがとう。おじさんありがとう。よかった、本当によかった。さあこれからが大変だぞ。証拠の怪獣も吹き飛んじまいましたしね。でもお前のおかげで
この子たちを救うことができた。届かない命もあるけど、届く命もある。目の前の命を大切に救ってやれればいいじゃないか。いいこと言いますね。おい、戻ってこいよ、警察に。考えておきます。あ、帰ろう。どうですか？遥か昔からこの国には怪獣が現れて人間と戦っていたんですね。これから先どんな怪獣がこの国に現れるのでしょうね。